こんにちは、リスタイルの仕方です。イルマリタピオバラデザインの、ファネットチェアのご紹介をしたいと思います。ヴィンテージでスウェーデンの EDSBY 社のもので、おそらく年代は1949年にイルマリタピオバラが EDSBY の方に入って、で1955年からなんか製造されたっていうような資料があったので、これは1955年以降で、その後1962年、ちょっとねこの本があるんですけど、アスコ社がこれ1962年のポスターなので、多分このぐらいからフィンランドのアスコ社が作るようになった。なのでこれ自体は1955年から1962年ぐらいまでの間のヴィンテージ、1、2、3、4、5、6本スポークなので、 T55 っていうタイプで、この後スポークが多いタイプも作られてますけど、これは6本タイプなので、最初のタイプっていうか1955年から製造されてるやつですね。すごい軽いので、量産するために作られた感じですけど、すごく軽くてフィンランド北欧の主婦たちには大人気だったそうです。本当スポークチェア、ウィンザーチェアっぽいデザインですね。薄くプラウッドをやった上に木を貼り付けて、そこに足をこう差し込んでる構造なので、作りとしては単純ですけど、当時のこのプライベートの技術を使ってやっぱり軽く頑丈に作ったっていう感じですかね。でここだけ座繰りがあってへこんでる感じなので、座ると座りいい感じですね。座ってみます。そうですね、普通のダイニングチェアの感じだけど丸いので、ここの背中のあたりはいいですね。くぼみがある分収まりはいいし、高さ的にもちょうどいい、日本人にもちょうどいいぐらいの高さなのかなと思います。イルマリタピオバラ自体もやっぱり今もすごく人気で、今だとアルテックでドムスチェアとかピルッカチェアとか復刻されてますけど、ファネットチェア自体は復刻されてないのでヴィンテージでしか手に入らない。多分結構量産されて数があると思うんで、ヴィンテージショップでは割と売られてますけど、ソールドアウトになってるところとかは多いですね。こういったヴィンテージ家具、デザイナーズ家具の、販売もやっております。ネットショップの方リンクを、概要欄の方に貼っておりますので、ぜひそちらからご覧ください。買い取りもやっておりますので、そちらの方も概要欄の方に、お問い合わせのホームページの方リンクを貼っておりますので、ぜひそちらからお問い合わせください。はい、ありがとうございました。